長田雅人は、日本の指揮者。山梨県甲府市出身。東京音楽大学にてファゴットを、気流義しで、菅原ひとみの各市に、東方学園大学にて、指揮法を、小沢誠治、秋山和義、小高忠明の各市に指示。1990年、ウィーン留学。オーストリアで開かれたワークショップ、20世紀の音楽へ参加し、 ミュルツタラーカンマーオーケストラを指揮。帰国後、JMJ、仙台フィルハーモニー管弦楽団、札幌交響楽団、東京シティフィルハーモニック管弦楽団、大阪交響楽団等を指揮し、東京室内歌劇場において、副指揮者を務めた。1994年、フランスで行われた、若い音楽家のための国際コンクール、指揮部門入賞。2004年、 ベトナム国立公共楽団コンサートに、客演式、翌年度公共楽団定期演奏会デビュー。ミュージカルにおいては、東方ミュージカル、シー・ラブズ・ミー日本初演、南太平洋を指揮した。合唱指揮者としての活動も多く、東京アカデミー合唱団、ホテル・オークラ・また小泉和弘、エリア・フィンバルといった指揮者の下、東京都公共楽団による定期公演、 第9公演、またマーラーチクルス等において合唱指揮者を務めた。現在、オーケストラダスビダーニ常任指揮者、甲府室内合唱団常任指揮者、室内オーケストラと合唱による、アゴラ指揮者、シュポ音楽監督、サタデーコーラス指揮者、東京アカデミー合唱団指導者を務める。ありがとうございます。